皆さんこんばんは、ジョン・カビラです。本日お届けするのはインターナショナルリーグ、カメルーン対ブラジル。この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。カメルーン、前評判では分が悪いとされているようですが、中西さん、ただそんな下馬評を跳ね返すようなプレーを期待したいですね。そうですね、期待しましょう。記念撮影が行われています。画面は予想フォーメーションになります。さあ前半戦がスタートしました。カメルーン 3-5-2 のフォーメーションです。ブラジル、今日は 4-3-3 のフォーメーションです。ソング、ロングパス、競り合ってリバウド、ロナウジーン狙ってきた、ナイスブロック、これは手に触ったか。カメル、ここでパス、アドリアン、これを受けて中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。ボールは中央だ、アドリアーノ、ブラジル先制ゴールを決めました。いやー、このゴールは素晴らしかったですね。うまく持ち込んで決めてきましたね、中西さん。この突破は見事だったと思います。ブラジル、早い時間で先制点を取ったということについてはどうでしょう。そうですね、できれば前半もう1点取って優位に立ちたいところですね。なるほど、そうですか。ジェンバ、ブラジル、スルーパスはセンタリング、中へはいけませんでした。リバウド、ロナウジーン、大きく右に開いてきました。スローイン、さあスローインからジェンバ、すんごい競り合い、おっと倒してしまった。縦に大きく出します。ルシオ、リバウド、アドリアーノ、ボールをトラップ、ソング、カメにしのぎます。ブラジル、ゴールの後の彼らの動きどうですか、中西さん。いいと思います。このイメージが残ってるうちにもう1点決めておきたいですね。そうですね。狙いますよ、これが決まった、ゴール、カメルーン同点弾をねじ込んだ。すごいシュートでした。貴重な同点ゴール。中西さん、選手がここの役割をきっちり果たした結果だと思います。そうですね。
を振り出しに戻しましたね。中西さん、このまま一気に逆転いってほしいですね。はい、期待しましょう。仕掛けるか、前へつなげたい。右に出して仕掛けます。激しい攻防。ロッキージュニオール、カメルーン、ここまでいかがですか。はい、中盤でのパスミスが多いんで少し注意して回してほしいですね。はい、前方へロングパス、競り合ってカットして前線につなげたい。ボールを受けて左サイドからクロス、合わせてきた。クロスに合わせたんですが決めることはできませんでした。選手の交代があるようです。この交代はどう見ますか。中西さん、攻撃に人数をかけて新しい形を見出したんじゃないですか。フィニッシュまで持っていけるか。こうしません。パスか自分に行くか。さあボールを奪った。さあかわせるか、どう動くか、仕掛けるか。大きく左へ、胸でトラップして、お、狙ってきた。体に当てた。カフー、縦に出した。前半終了のホイッスルです。前半戦を終わりまして1対1ブラジル同点で前半を折り返します。ここまで振り返っていただいていかがでしたか。中西さん、途中少し集中力が落ちて、さあ後半戦が始まりました。後半戦について一言、中西さん。やはり勝つためにもシュートを積極的に打っていってほしいです。得点本能が目覚めることを期待しましょう。ソング、前方へのパス、ロナウド、アドリアーノ、このボールを奪って抜かせません。リバウド、ロナウジーニ、ロナウジーニ、アドリアーノ、オープンスペースをつけるか。コース空いてますよ。外から何をやってくるか。自ら狙っていった。状態で受けます。左、これチャンスですよ。ゼロベルト、シュート、決まった。ゴール、ブラジル勝ち越しのゴール。実に素晴らしいシュートでした。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいております。ブラジル見事勝ち越しました。中西さん、いや、いい感じですよ。チームが機能していることを実感できますね。そうですね。ジェンバ、レトを倒してしまいました。ここで選手交代、選手を変えてくるようですね。いや、いいタイミングですね。これで試合がさらに面白くなると思います。はい、ヘディングで押し返す。エタム、ルシオ、もう一度打ってもいいんじゃないですか。中に入れた。リバウンド、ブラジル。後半の立ち上がりはいかがでしょうか。いや、早い時間にも得点できてます。いいんじゃないですか。ゴール前に放り込んできた。カフー、エメルソン、パス、パス、これをインターセプト。カメルーン、切って、ソング、イドリソ、パスか自分でいくか。エトースルーパスを出してきた。外に開いて打てますよ。ここは跳ね返します。リバウド、ルシオ、リバウド。ブラジル、ここまで振り返ってどうでしょうか。中西さん、はい、中盤でプレスがしっかり効いているんでチームとしても落ち着いてプレーできてますね。はい、カットします。オレンベ、イドリソ、左から上がっていく。メットも、ソング、さあかわせるか。パスをつないで
ルシオ、ゼロベルト受けて、メットモ、オレンベ、オレンベ、イドリソ、サイドからグランダーのクロス、浮き球、試合終了の笛が鳴りました。ブラジル着実に勝ち点を重ねていきます。中西さん、試合を振り返っていかがでしたでしょうか。まあ、非常に安定してましたね。次の試合もこのまま期待しましょう。ありがとうございます。そして試合終了後のデータを紐解いてみましょう。ブラジル支配率では負けているんですよ。